はい、よろしくお願いします。みなつんでございます。というわけで皆さん、ポーチボレーね、おポーチ出た、お来た、いたと思ったら、すごいネットスレスレのボールが来ることあると思うんですね。ただそれをしっかり処理できないと、自信を持ってポーチに出ることができなくなりますので、今日はポーチに出たけどちょっと低いボールがもしも来てしまったらという感じで動画を作ってみました。結構そこからでもしっかりポイントを取っていくことができますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレーヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと、やっぱりポーチ出まくろうと思ってもらえるような動画作り目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は、ポーチボレー行きたいと思います。ポーチボレーで以前に動画も出してるんですけど、その中で質問があった、ポーチに出たはいいけど、ちょっと低めのボールが来ました、ちょっとこれは決めに行くのが、難しく感じるんですけど、どうすればいいですかと、よくあるシチュエーションですので、そのシチュエーションでどういうことをすれば、ポイントにつながりやすいのかっていうところ、それからその状況からでもいいボールを、打ちたいと思った場合にはどういう選択肢があるのかっていうところをご紹介したいと思います。はい、まず、ノーマルのね、こうポーチボレーそのまま出ていって、基本的にはやっぱ高いところで決めたいですから、この辺りで構えると思います。ただボールが低く来ましたと。でここから、ネットスレスレでこう取らされるわけですけれども、一番やってはいけないのはまずはリスクを犯すことですね。最後にリスクを犯すやり方も、ご紹介したいと思いますけど、まずは、リスクを犯さないことを選択して、丁寧にボレーをコントロールすることを、練習をしましょう。でそのために狙うところ、まず一つは相手の前衛の足元の部分ですね。そこのところは一番相手も、必殺のカウンターが来ない、相手が低いところで取れば次自分にもう一個チャンスが来ますので、丁寧に相手の足元を狙っていくというところを、いきましょう。はい、こういう感じでいきます。決めたいけど低い、はい、今みたいな感じで丁寧にねコントロールをしていきましょう。決めたい、低いと、はい、こういう感じですね。今ぐらいのスピードが限界かなという感じで思います。あれよりも出していこうとすると、ミスにつながってしまいますので、まずは今ぐらいの丁寧な選択肢がまず一つ、それから今ぐらいのスピードしか出せないのであればアングルですね、こちら側を狙ってあげてもう決めに行きます。はい、こういう感じですね。はい、こういうイメージです。このアングル打つときは一つ注意点としては、こちら側ですよね。こうボールの方にこう飛び込んでいく形があって、この状態から左側を狙うので、ついつい体がこう左に回ってしまいがちなんですけど、そのままボールに向かって飛び込んであげてください。ボールに向かって飛び込んで、ラケット面だけをボールの外側に入れてあげるイメージをね、しっかりと作ります。ただここでワンポイント、ポイントになってくるのは、ボールが低いっていうところですよね。もしボールが高ければ、アングルに打つのはそれほど難しくないです。ボールの外側に入れるだけでいいんですけど、ボールが低いですからやっぱり軽く持ち上げてあげないといけないですね。そのためにはラケットをしっかりと立ててあげて、ボールの右下にこうラケット面が入るようなイメージを作ってあげる必要があります。はい、ボールの外側プラスこういう感じですね。ボールの外側プラスこういう感じですね。少し下から持ち上げてあげるようなイメージをね、持てるといいと思います。この相手の足元の方に持っていく時も、ボールの下側からちょっと持ち上げる感じを使うと、よりミスの感覚は減ってきますから、ボールに対して今度は内側のところですね、内側の下の部分に当てていくという感じでボールを少し持ち上げます。はい、こういう感じでボールの気持ち内側に上げてあげるとね、こうボールがふわっと上がる感じになります。打ち方としてポイントのところは、今お見せしたように膝をもちろんしっかり曲げていかなきゃいけないですね。後ろ膝をしっかり曲げることと、とにかく顔とラケットを近づけてあげると、これがコントロールする上ですごくね大事になります。ただ浮いたボールをポーチするだけだったら、それほどこうね顔とラケットの位置こう丁寧に合わす必要はないんですけど、難しいボールを捉えるときは顔とラケットがやっぱりこう離れないように、この位置っていうのをしっかり離さないように、ボールに対してこうコンタクトしていくというのが大事だと思います。こういう意味ですね。顔とラケットを離さずに持っていくと、はい、難しいボールに見えてもしっかりとコントロールがねできるようになります。
い、でもうワンポイントね付け加えたいと思います。今みたいに膝を曲げましょうとか顔とラケットを近づけましょうってやっぱよく言われると思うんですけど、なかなかじゃあ実際のね、本番の試合だったりこう練習マッチとかで急激にこう決めに行こうとした時に低いボールに来た時にやっぱり間に合いにくいと思うんですね。最初から練習の中でギリギリのボール行きますよっていうと形は作りやすいんですけど、そうじゃないとこう体勢が作りにくいとなった場合、やっぱりある程度こういうポーチボレーの上に来いよ決めるよっていう体勢からこうやって用意をしていくことが必要になります。だこの時の注意としては、先ほど膝を曲げて丁寧に作ったこの面使いですね、今からちょうどセンターぐらいに沈めていこうと思うんですけど、このラケット面と同じ角度、このラケット面と同じ角度を少しこういう突っ立った状態でもこう作っていくと、こういう状態ですね、同じ角度を作ることが大事になります。ですから膝を曲げながらこう丁寧にコントロールした角度を体は起きた状態でこういう形で入っていくと、はい、結構ね実践の中で使ってる方はこういう形が多いと思います。アングル持っていく時も、まあ、こうやってやれたら一番いいんですけど、決めに行く来ないトーンみたいな感じ、棒立ちの状態でもトーンとこういう感じで、持っていくと思うんですけど、アングルの時もこうやって膝を曲げてしっかりこの作ったこの角度と同じ角度を少し棒立ちでこうラケットヘッドが下がるというか落ちたような形でも作っていくと、体を起こした状態から丁寧に打った時と同じようなね面使いができますので、すごく実践で使うのにはね役立つと思います。あまりにも低いボール、もし低いボール来たらどうしようどうしようと思って姿勢がこうなってしまうと、今度肝心のね浮いてきた時にこう決めれなくなりますから、基本的にポーチボレーは浮いたボールを決めに行くような体勢で入る、浮いたボールをバーンとこうねこう起きた体勢で入る、万が一低いボールが来たら、あ低いドンという形で、面の向きを変えていけるとねいいと思います。あ低いアングルに落とそうみたいな感じがねできるといいと思います。浮いたボールをバーンとこうねこう起きた体勢で入る、万が一低いボールが来たら、あ低いドンという形で、面の向きを変えていけるとねいいと思います。あ低いアングルに落とそうみたいな感じがねできるといいと思います。はい、で最後ですね、最後、まあ、これはテニスのこのポイントの関係とか流れの関係とかでちょっとリスクがあってもここはポイントを取りに行きたいと、はい、ここ1本取れればでかいので難しいボールだけど強く打ちたいっていう時は、薄いグリップでネットギリギリでラケット面をそれほど上に向かずにまっすぐな感じでいいです。ドライブボレーのような感じでこうはたいていくという方法があります。パーンっていう感じですね、パーンっていう感じですね、はい、今たまたまいいところ入りましたけど、結構やっぱ打つ方としては怖いです。ボールのどうしても下にねラケットも入れていかないと、ネットのリスクがあります。打点もネットの高さとほぼ変わらないところから、しかもノーバウンドのボールに薄いグリップで、ドライブ回転をかけていきますので、リスクはリスクなんですけど、ここは1本こう必ず欲しいなとか、まあ、相手の前衛の人、ものすごくレベルが高い人で上手いなと、普通にボレーしたんじゃ効かないなという場合はこういう感じでリスクをね犯していきます。はい、こういう感じでもネットしてもねしょうがないです。はい、ああいう感じでこうドライブをねかけるような感じでいくのもね一つの方法です。ただやっぱりこれは、リスクが高いですから、自分の中でこうしっかりね頭を整理してここは行こうと思った時とかはああいうタッチね使っても全然いいと思います。全部が全部丁寧に打ってしまうとやっぱりこう壁を破れないというか、一本欲しい時にね、丁寧な選択肢しかないと相手のレベルが高いともやっぱりポイント取れないですから、ああいう感じで思い切っていくっていう方法も、一つですね。やっぱり今ストロークの力がものすごく上がってきてますので、こういう丁寧に下に持っていくボレーだけではどうしてもこう物足りないところがね結構多いですので、リスクを犯すところは犯してみてもいいのかなと思いますけど、まずは最初にご紹介した丁寧に打つ打ち方、それからその丁寧に打つ打ち方のラケット面の角度だけは残して実践で使えるように起きた体の形から使っていく面使い、これを第2段階ですね。で第3段階もリスクを犯して打てるときはもう打っていこうみたいな感じでドライブボレーっぽくしていくと、このラケット面は残したまんま上げてくださいね。あんまりこうこねすぎっていうのはミスの原因になりますから、残したまんま、叩いていくと、ドライブボレーっぽくしていくっていう最後のね、3番目の選択肢も当然あります。はい、1、2、3の中からまあ選びながら、まずは
丁寧なやり方を覚えてから少しずつねステップアップしていくのがいいと思いますので、難しいところに来たポーチボレーね、そういう感じで解決してみてください。